林英香の明日も頑張ろう。皆さんこんばんは、大橋英香です。この配信は大橋英香がひっそり自由に気楽にダラダラする配信でございます。はい、皆様明けましておめでとうございます。2024年第1回目のあやたまでございます。再生回数によってはなくなると言っていたラジオなんですけれども、無事に、新年も迎えることができまして、2024年は果たしてどこまでこのラジオが続くのかというのもね、なんか皆さんドキドキしながら聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、皆さんはどうですかね。結構年明けはいろいろ大変な感じにはなってしまったのですが、はい、ぜひね、このラジオを聞いて少しでもなんかみんなが元気になってくれたら嬉しいなというふうに思います。私はすごく映画をたくさん見る新年を過ごしておりました。ずっとぐーたらぐーたらくっちゃねくっちゃねくっちゃねして過ごしていたので、体重はちょっと太ってしまいましたね。はい、でも私はこう年明けに太ることを計算して年末にめちゃめちゃダイエットをしてちょっとだいぶ痩せたので、まあ太ったっちゃ太ったんですけど、まあ、相対的に見てあんま太ってないみたいな、なんか普通ぐらいに戻ったみたいな感じになれたので、なのでね、これからも何か太りそうな予感があるときは事前にダイエットをしておくっていうことでうまくなじませられたらいいなっていうふうに思ってますね。はい、で2024年はそうですね、やっぱペペロンチーノ食べないっていうお願いをしてるので、なんかだいぶこう、もうすでにね、もうこれ1月7日ぐらいに公開されてると思うんですけど、この時点でもうだいぶそのペペロンチーノがもう1週間食べられてないんで、結構きついかもしれない感じなんですけれども、あと12ヶ月ペペロンチーノがなくてもメンタルを保てるのかが非常に不安でございますね。はい、まあ、あとは今年はトレーニングも3ヶ月ぐらいサボってるんで、またトレーニングをね、今日予約を取りました。もう頑張ってもうトレーニング行こうと思って頑張って予約も取ったので、まあ、いっぱい食べて運動もしていっぱい働いて健康な1年にできたらなと思います。はい、それでは早速大橋彩香の明日も頑張ろうやっていきましょう。まずはこちらのコーナーです。一杯飲みながら良いですか？はい、私大橋彩香は何と言ってもお酒が大好き。普段飲んでいるお酒や皆さんからおすすめのお酒、おつまみを勝手に紹介していくコーナーですが、今回はですね、昨年1年間365日我慢したロイヤルミルクティーを飲んでいきたいなというふうに思います。こちらですね、もう今目の前に私が主に飲んでいた紅茶家電のロイヤルミルクティーとタリーズですね、タリーズのロイヤルミルクティーが目の前に置かれております。なので早速ロイヤルミルクティー飲んでいきたいと思います。どっちから行こうかな。やっぱタリーズはホットなんで、ホットからしたいと思います。じゃあ行きますね。ドキドキする。じゃあ、乾杯。いただきます。わー、美味しい。すっごい懐かしい味がする。でもなんか全然飲んでなかったけど、やっぱ覚えてるんですよ、味を。だからなんか口の中に入った瞬間、あー、これ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 みたいな感じになって、美味しい。あー、いいですね。美味しいわ、最高。じゃあ紅茶家電もちょっといただきますかね。よし、こっちは冷たいんで、いただきます。
もう美味しい。ごくごくいきますね。やっぱ学生時代を思い出す。紅茶カデをめちゃめちゃ飲んでいた学生時代を。美味しい。やっぱなんかなんだかんだでミルクティーは飲んでたんですけど、ロイヤルミルクティーを我慢してて、やっぱロイヤルは違うな。やっぱこう生成方法が違うんでね。最高ですね。最高だ。最高だけど、あれですね、なんだかんだで我慢したせいかな、なんかそのロイヤルミルクティー依存症みたいなのがだいぶかかこう解消されて、意外と飲まなくても、解禁されたけど意外と飲まないかもしれないな、この先って思いました。うん、前ほど飲まなくてもいけるなっていう、いけるというか、なんかもう今年からのなんかペペロンチーノがなんかもう不安すぎてやばい。昨日もウーバーイーツしたんですけど、やっぱウーバーイーツって自分がよく頼んでた店が上の方に出てくるじゃないですか。だからもうペペロンチーノ専門店とかあるんで、なんかめちゃめちゃ出てくるんですよ。なんかもうペペロンの写真が、うわーって。それがやっぱペペロンチーノに代わる何かを探さないとですね。ああ、心を埋めてくれる。確かに私がロイヤルミルクティー禁止にしてミルクティーに逃げたようにそうアーリオオーリオはアリなのかとか、あペンネだったらアリなのか、ペンネ、いやそれがペンネはパスタ、パスタだから、まあなんかその麺じゃなければペペロンチーノ味の麺じゃない味付けでこう保管していくのが個人的には一番ありかなって。だからお願いするときにペペロンチーノのパスタを1年我慢しますって言います。パスタをってめっちゃ強調しよう、心の中にパスタと。飲みます？飲みます。そう、新田さんはレッドブルをずっと我慢してる。緊張しますよね、飲むとき。うん、匂いはどう？難しい。だいこれね、よくあのライブの時に大橋さんに自慢されながら、そう、いただきますって言っていつも飲んでる。いただきます。うわ、うん、まっ美味しいっすよね。いやこれやばいですね。また、どうです、あの私みたいにもうなんかそのないのに慣れちゃって意外と解禁されても飲まないかも。いや、あったら飲みますよね。あー、でもなんかすごい濃く感じる。あ、出た出た、こんな甘かったっけみたいな。あ、今一本きついかもみたいな。すごい。いやすごい、でも美味しい。やっぱ体って慣れるんですね。めっちゃ濃い。でこれ多分一番ちっちゃいサイズかなと思うんですけど、うん、飲みきれない。うん、多分飲んであげようか。大丈夫です。でも濃いけどめっちゃ美味しい。いいっすね。いない。そういう香水買えばなんかフレグランス、レッドブルフレグランスみたいな。シュ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 、レッドブルに似た香水が欲しいです。でもいい匂いですよね、レッドブルって。私も結構匂い好きです。いや、他に自分が我慢できるものって何なんだろう。お酒は無理で、うん、それはメンタルに支障が出ちゃう。課金も無理なんですよ。あ、課金ね。うん、課金も多分我慢できないから無理で、さっき話したのはあのオレ流塩ラーメンめっちゃ食べてるから、オレ流塩ラーメン、塩ラーメンはいいけどオレ流塩ラーメンを我慢するっていうのも、私割と週2ぐらい食べてるから、うん、オレ流塩ラーメンもまあありかなって思ったのと、他になんかあんま、あ、七味唐辛子禁止とかね。七味すっごい使ってるから。すごいですよね。めっちゃかけてますよね。
元の味すんのみたいな。もうシェフに殺されるんじゃないかっていう。シェフは見ない方がいいですね。うん、だって最後おつゆが真っ赤になってるし、最後まで飲み干すとなんかあの残りカスみたいな、すんごい溜まってるんですよ、あの七味の残りカスみたいな。入れすぎ、入れちゃう、なんか分かんない加減が。そう、加減が分かるだろう。いや分かんない分かんない分かんない、どこまでかければいいんだろうみたいな、塗り絵みたいな。埋まってないとやっぱ、あ、そう、だから綺麗に埋まってないとなんかちょっとあれかなみたいなのもあるし、そう、最近その七味プラス柚子胡椒も入れるの好きだから、いい匂いですかめっちゃいい匂い。七味と柚子胡椒でもうすごい辛い。辛いですね。辛い食べ物禁止、それするとすごい制限が。確かに辛い、激辛を禁止と。辛いはいい、激辛はダメ。あ、今めっちゃ揺れてるじゃないですか、ペペロンチーノが。確かにもうペペロンチーノ嫌すぎて。いやー、だってもうちょっとしんどいもん、もうペペロンチーノブロッコリーをいっぱい食べようかな。ペペロンチーノ味の、うん、マイボーとかあればいいんですけどね。ペペロンチーノ味のマイボー、確かにペペロンチーノ、うん、茹でたブロッコリーとかにあのペペロンチーノのパスタソースかけて食べる。美味しそうですけどね。美味しそうっす。だってありますもんね、うん、ペペロンブロッコリーみたいなの。なんかメニューで見たことありますもん。鶏肉をそれで炒めるとかでも美味しいかもしれない、ね、あ、絶対美味しいわ。自炊しろってこと？いやだ、自炊したくない、本当に嫌だ、自炊。あーしんどい。あー、先行きが怪しいな。でも仕事だったらいいんですよね。そうです、仕事だったら食べていい。仕事で出されたものはやっぱり仕事。じゃあなんかペペロンチーノ青の洞窟とコラボコラボして、なんかその協賛に、このラジオに協賛に入っていただいて毎回ここで食べるみたいな。まあ、それ動画にあげますので。そうそう、毎週毎週。だって私ほぼ週4とかで食べてますもん、ペペロン。だからね、週1になっちゃうけど仕事で食べたら絶対いける気がする。はい、なのでもしこの再生回数の中でペペロンにゆかりのある人が聞いていたら、お仕事ください。はい、以上、一杯飲みながら良いですかでした。大橋ゆかの次はこちらです。ダラダラの時間。ふつおたが来ておりますので紹介していきたいと思います。タモネーム、海猫さんからいただきました。初メールです。アニマックスミュージックス2024スプリング出演おめでとうございます。そしてなんとアニマックスミュージックス2023の阪神のサインが当たりました。おめでとうございます。懸賞なんて無縁だった私に当たるとは思っていなかったので大はしゃぎしてしまいました。大はしだけに来年もプレミアムシートで参戦して近くでハッシーを拝みたいです。公演まであと3ヶ月と、おお、あっという間だ。あっという間ですが2024年も会えることを楽しみにしていますと、いただきました。大はしゃぎ、大はしだけかかってるんですかね。ちょっとこれ多分文で見ないとむずいですよね。大はしゃぎ、大はしやぎ、大はし、あ、でも大はしって入ってんのか。そうです、そうです。あ、なるほどね。多分そういうことだと思うんですよね。大はしだ、かかってるわ。大はしやぎ、大橋ヤギし、大橋ヤギしてしまいました。大橋だけってことですね。はい、嬉しい。いや、そうなんです、スプリング出演させていただくことになりまして、そう、なんかこんな、なんだろう、短いスパンでアニマックスミュージックスに
が出演するっていうことがなかなかなかったので、すごい、しかも春っていうね、11月の印象がすごく強いので、すごく楽しみにしております。はい、サインも当たったということでおめでとうございます。はい、どんな曲を歌うのか楽しみにしていてください。そして、タマネームはじめさんからいただきました。ハッシーこんにちは。そして明けましておめでとうございます。今年はハッシーにとってどんな1年になるか楽しみですね。わら、今年はハッシーのアーティストデビュー10周年ということで、とても大切な年になりそうですしね。なりそうですしね。そうですね。3月にはすごい一言で面白い。3月にはフォースアルバムリフレクションの発売も控えていますし、10周年という記念の年にアルバムがリリースするってことはもしかして、わら、おお、楽しくなりそうですね。わらわら、今年もハッシーの出演するイベントにたくさん遊びに行けるように自分も頑張るぞ。わら、めっちゃわら好きですね。はじめ、最後に今年もハッシーにとって素敵な1年になりますようにといただきました。ありがとうございます。はい、そうですね、3月、意外とすぐですね、アルバム。3月27日にリフレクションコースアルバムの発売が控えております。はい、その3日後アニマックスですからね。あ、そうなの？はい、その週にアニマックス。あ、うん、じゃあ発売後にアニマックス。そうです。そっかそっかそっか、ほやほやなんですね、うん、はい、そんな感じのスケジュールみたいです。はい、もうね、私にとって今年はやっぱ30歳になる年なので、意外と なんていうんだ、そんな声優業としてもアーティスト業としても割とこう勝負な年になってくるので、だからペペロンチーノ生贄に捧げたというのもあるので、もう今年はね、もう気を引き締めて頑張っていきたいなというふうに思っております。アルバム、あれも結構すなんか今回尖ってますよね。すごい尖ってますね。でもすごいいいと思います。いいアルバムだと思います。もうすでにいいアルバムだなって思います。あ、本当ですか、うん、結構まあいつもそうですけど、今回は割となんか情緒が怪しい感じのアルバムになってるので、なんか楽しい気持ちになったり、なんかズーンとしたり、みんながいろんな感情になってくれたらいいなって思って作っておりますので、楽しみにしててください。続きまして、エビネーム、エビネームじゃねえよ。続きまして、タモネームグリーンさんからいただきました。はじ、こんばんは。先日7月27日は開けておいてほしいと意味深なポストをされていましたね。ハッシーにお願いされたら予定を開けないわけがないのですが、さすがに気になりすぎます。何があるのか少しでもいいので匂わせてください。まだまだ先ですが楽しみにしてますねといただきました。はい、マジで開けといてほしい。いや本当にマジで、もうね、2024年の一生のお願い。2024年はマジでみんなこの日に、うん、この日が多分大橋彩香でにはこの日がクライマックス。2024年のゴールはここ。あと半分どうするの、7月1個。あとはなんだ、あとはまあ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 別のことを頑張りますよみたいな。はい、7月27日はマジで開けておいてほしいです。何があるのか少しでもいいので匂わせてください。何を匂わせたいですか。でも前後も開けといてほしいですよね。5じゃないか、前前か、確かに前前も開けといてほしいし、6月ぐらいから6月ぐらいから準備はしといた方が6、7月、大橋彩香で、6、7月は開けておいてほしいかななんて思ってますね。はい、でも7月27日はちょっと挑戦でもありますよね。7月27日はちょっと開けてくれないと激ヤバ。あとお友達も誘ってもいいかもしれないですね。そうですね、うん、なんか自分だけじゃなくていろんな人の7月27日を確保しといてほしいかなって思うので、はい、楽しみですけどね。そうですね、楽しみですね。まあまあ、もうめちゃめちゃ楽しみにしててください。はい、
727、はい、お願いしますよ。はい、ということで来年はどんな1年になるでしょうかって書いて、どんな1年になるんですかね。来年2025年、2024年だ今年はですよね今年はどんな1年になるんでしょうか。どんな1年になるかな。まあさっきも言ったけど勝負な1年になると思いますので、なんか2024年がどうだったかで31歳からのこう自分がどうなっていくんだろうっていうのもなんかすごく決まる気がしてくるので、皆さんぜひぜひこの勝負の年を見守っていただければなと思います。はい、そんなこんなで明日も頑張ろう、終わりの時間です。大橋彩香公式ホームページでは皆さんのおすすめのお酒やおつまみ、スタッフに聞いてみたいこと、それ以外の普通のお便りも募集しています。教えて彩香ちゃんも投稿お願いします。詳しくは概要欄にリンクがありますのでご確認ください。こちらはビッグブリッジファミリーの会員ではない方も、投稿できるようになっています。皆さんぜひ投稿お待ちしております。はい、そして2024年3月27日水曜日に4枚目のアルバムリフレクションの発売が決定いたしました。リード曲のフラッシュサミットはユニゾンスクエアガーデンの田淵智也さんに作っていただきました。他の曲も現在制作中ですので情報解禁をお待ちください。そして1月10日水曜日20時から YouTube とファンクラブ配信を行います。何やら重大発表があるようです。お時間がある方はぜひご覧ください。そして出演情報です。2024年1月5日公開の映画ブラッディエスケープ地獄の逃走劇、エカ役で出演しています。2024年1月6日から放送開始のテレビアニメ最強タンクの迷宮攻略、体力9999のレアスキル持ちタンク勇者パーティーを追放されるリリア役で出演しています。1月8日月曜日から放送開始のシンジュアリティノワール第2クールアンジュ役で出演します。いろいろありますのでぜひぜひ皆さんご覧ください。はい、ということで新年明けました。はい、どこまで今年もあやたも続くか。でもこれでもうシャープ12ですもんね。そうです、ワンクール、ワンクールを完走したということで、はい、おめでとうございます。お便りの数は減っております。お便りの数がどんどん減っておりますなんかイベントないとあんまこうトピックとして皆さんの中でこう送ろうってならないのかもしれなくって、12月とかがイベント少なか、少なくはないけど表に出るやつが少ない、まあ普段に比べたら少ない。そうですね、直接会えるっていうか見れる機会が、うん、17ぐらいで終わっちゃったので、なのでそういうイベントの感想に関係なくザ・普通オタでも構いませんので、お便りがあると嬉しいなって思います。ぜひ送ってください。それではまた次回があるといいですね。以上、大橋彩香でした。またねー。